やっと来ましたね、シーズンマッチで無補正が来ました。ってことで無補正ね、いろんなデッキを試せるんですけど、昨今のねシーズンマッチ事情で言いますと、メフィストとねアポロンがね多いんですよ。この2つがねなんかやってる感覚圧倒的に多いな。なんでこの2つをねメタりたい俺は。でこの2つの共通点はね結構特殊でゴリゴリやってくる。あとウィブサニアもいいか、ウィブサニアも結構特殊でゴリゴリやってくるんで、そういうデッキにね結構有効なのがこの前紹介したねカチカチパなんですけど、どうしてもねなんか削りとかがね微妙だったんでちょっと改良しました。で最近今ねフレンド戦のポイントもらえるやつがあって、フレンド戦で調整してなんとかねシーズンマッチでも運用できそうなレベルに格上げしました。このカチカチパって名前ちょっとダサかったんでね復活っていい意味のラファエルが入ってるねリバイバルフォース、ちょっと名前を格好つけてみたけど、あれだな、基本はこのデッキねコンボで削っていくデッキになりますんで、まあ難しいんですけど、まあ、エンデガバイセでこのメーティス、この3枚だけだな、主なアタッカーでいうと。あとは基本的には受けです。受けて受けて最後に飛ばすっていう感じで、前との違いが忍竜をまず抜いたで、トゥランをね入れました。トゥランとでこのコロボックルとでイシケで結構ね体力の維持もできますっていう、そういうデッキですね。でこれでまあシーズンマッチね、メフィストとかアポロンに当たればいいかなぐらいでやっていこうと思う。ちなみにね昨日ちょっと S8 で夜沼ってランカーから落ちてしまいましたが、このデッキで戻っていこうと思います。はい、来ました。これであれのあれだな、エルローチのな、ちょっと BGM を戻さないと忘れてた。はい、このエルロージュは、まあ、初手にね多分エルロージュをカーンと打ってくる可能性があるんで、とりあえずアンプ投げときましょうか。アンプはね優秀なんだよなこいつ、英語まで 60% なんでほぼほぼ。ああ、カウンターね、まあまあまあこういうやつはどうでもいいな。でもう一回カット引きたい、できればリフィエルは悪くない。リフィエル投げとこうか、後からねラファエルで復活した時に強いんで、ここのエルロージュは受けるしかない。ライフで受ける、そう、それしかないんだ、受けるしかないんで、これ投げてこなかったら得だな。まあでも投げてくるでしょだよな、だってさティターニアがさ見えてるからさ、もう投げるしかないんだよ、じゃないと後々大変だから。だからねこれを、うわーちょっとさ、後半に使いたいアタッカーたちが先来ちゃったらダメだな。まあここからね HP の維持が始まるんでこれ一枚なのは、まあこういうの嫌だな、カットなんかすり抜けていくタイプの、まあ、このボックルはいいね。このボックルで次金馬もんかな。まあ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 回復入るから1600、これカットがねあんまり効かないね。これアルカードとかでしょ、これ多分ブラジか、ブラジだな。ハルか、ハルならいい、完全にダメージは抑える。ほら OK 完璧。これ吸収はまあ痛いけどな。おい、アタッカーが早きすぎだな。まあでも金馬も投げるしかないな。金馬も投げといて、時期を見て殴る。6来たら知らん。先行の場合は風車の方がいいな、カッチカチだから。シェード、あーまあまあだいぶガードはできるけど、それでも痛いな。オッケー、ナイス、これナイスだわ。ここのうんちは強い、かなりカッチカチだぞこれ。相手マタンか、セクメドとか嫌だな、マタン。うわそいつも嫌だ、なんならで多分タオスーとか搭載してんだよなこれ。だったらトゥランとか引いて回復していくのが基地だと思うんだが、ビナー、ビナーか、いやビナーまだだな。これバイス先投げよう。バイスだな。本当は
メイティスの方がいいかなと思ったけど、ロック来た時にね、メイティスはなコンボがあるからな。アラナップも苦しいだけだ。あ、ここはいいぞ、全然いい。キーマモンのコンボがしかも残っているという素晴らしい状況。ここで俺はまだキーマンも一旦続いてるんで、一回こいつ投げます。うんちもコンボ残ってるし、倒すとか来たらだるいけど、まあしゃあないな。その場合、まあ意識で回復できてるし大丈夫じゃない。あ、これどっちだろう。ラファエルだな。復活する場所にあるがラファエル。意識はいいぞこれ。意識はいいが、これ間入ったらダブコンだからな。これダブコンだけ飛ばせねえな。これやっぱ罠を置いてくるってことはな、なんか嫌な感じしたんだよな。次やばいっすね。次やばいっすけど、ここのやばいダメージをこれどんだけ2000、4400、5000、1、2、3枚返し。いやビナだなこれ、1回ビナだわ。さすがにビナ、ビナだ。なんかエンデガでも飛んでた臭いけど、こいつが1、2、3、4、5、6、7、8、8、32、3000は食らう。耐える耐えていく。だって1700なんで、もう通常ダメージでも飛ばせるこれで。 OKOK、 通常ダメージでも飛ぶ。あぶねえ、あぶねえ強えよ。カチカチパ、間違えた、リバイバルホースだった。攻めれーか、攻めれめっちゃくちゃやりづらいけど、まあ我慢だな。うん、相手オーラ引いてないし我慢だ。うん俺が普段コンバートでボコボコでしてるからな、嫌だな。なんかやられる立場って嫌だな。オッケーオッケー、最高。しかも火炎コンバとここで投げてくれるのはめちゃくちゃありがたい。しかも X じゃない、それはありがたいな。めちゃめちゃやりやすいそれは。はい、キンマも引きたいな。あそこの辺にキンマも置くのが一番安定なんだよ。バステモスよ、バステモス2ターンしか続かないから。でこれしっかりガードが入る。あ、3000ぐらいなんのか。いや違う、 10% だけだったな。だったらトゥランから入った方がいいな。これ受けに行く姿勢でいこうか。これトゥランって駒ね、ほんと優秀で、こいつ1枚で実質耐久パみたいになるんだよな。これ強いよ普通に。あの英語版の、あ、回復すんの、回復はちょっと嫌だな。無人だ。まあワスティモから入って、そう、エゴマ版のね、あのフリジアみたいな感じで使えますねこれ。よしよし、強い、この回復量。バイセまだ早いかな。いや次バイセ X でもよくね。いや意識からだな。でキンマもちょっと遅いんじゃない？ここでもカット欲しいんだけど、 10% だけちょっときついな。ガステル発動しないからいいんじゃない？
相手角から入るでしょう。これまだアステール発動圏内行かないはず。行くのか。いや行かんな、まだ行かん。やってかダブコン組むか。相手ダブコンじゃなくて3枚返しするか普通に。オッケー、角なら全然いい。そんなに急がなくてもいいのに。金魔門から入って家庭でバハとかで一発で飛ばされるんだよなこれ。回復全部投げたもの。トゥラン、イシケ、でこれウォックル、もうこれ以上回復は見込めない。あ、そっち入るのありがてえ。そこ入ってくれんならこれここバイス。相手がそれ取ってきてからエンデが落ちたい。何ダブコンルート作るか。うまいなそれ。うまいけど取るよ。お前らそっち来んのかい。やめえ、出る場所よ。これもしっかりカット入る。これさ、ちょっと待って、これさ、思ったんだけどさ、エンデが飛ぶんじゃね。飛ばんかな。行きそうじゃない。なんかやばくないこれ。めちゃめちゃ強いぞこのパーティー。俺の一番嫌いなパーティーだなこれ。いけっかな。テランとかうまいこと使えばいけるか。嫌だな、一番嫌だな。なんならいやこれ、いや待てよ、これなアレスはいいんだ。あのそんなにめちゃくちゃな特殊ダメージ出さないから基本。問題はあのだ、エンマだ。エンマがきつい。こいつ投げちゃおう。本当はねこいつはね、あの後半のねダメージソースとして取っときたかったんだけど、あとの2枚が優秀すぎる。この後だよな。結局罠でしょう。だよな。これまでか。アレスパダル、どうしようこれ。やった、あと確定で罠組まれるぐらいならこっち打っといた方がいいんじゃない。うん、絶対こっちの方がいいわ。結局あれか、囲ってくるか。相手囲ってきてあれか、めんどくさいな。どっちにしろめんどくさいな。ダレス根核に置かれちゃうから、まあ、これリフィエルだな、うん、この罠はまあ許容。いやむずいな、まあ、回復かダレ、それは取りたい。でこいつ投げてきたってことは縁もあるんじゃない。相手角からでしょう。だよな、無理だな。でもう一枚ここに罠置いてだもんな。相手 俺も罠をすかせるなんかを引かないと負けるぞこれ。てかなんならアレスじゃなくてさ、パンピキンレースとか引いてたら負けるわ。この罠は何、そのダメージは食らわないからいいんだけど。私が守ろう。まあここ金馬も配置だよな、さすがに。でアレスがまだいる。
アレス来た時のためにザフキューラー取っとこう。これ3枚返して罪じゃね、次アレス打ってそこに。いや、なんかないか、 X か、 X じゃなくてあのアザヤのそういう感じでやるよな。だったら俺アレス取るだけだけど、ザフキで。力を合わせましょうね。うん、ほんでよくね。うん、だったらこれでいいわ、一番 最ダメージ少なく済む方法。これ踏み穴、これは絶対踏み穴。間違いなく踏み穴だ、これ絶対踏み穴だ。だよな、次が本命の罠だよな。ロック来たらトゥラになっちゃうのか。これ踏み穴だから、これが本命の罠でしょう。多分大丈夫、耐える。あなたを思う人がいるのです。メーティスと、なんなら逆にダメージ食らって俺飛ばせるんじゃない、これいけるでしょ。これで罠返ってきて、でダメージを食らってライフバーを上げて、ほら勝った、天才だろ俺。だけど心は、はい、見てくれ、まさかのね全勝、まあ、3戦しかしてないんですけどね、まあ、シーズンマッチね、ちょっとね、俺今月はねランカー目指したいんで、ちょっとこのデッキで回すかとか今ちょっとまだ迷ってますけど、今3連勝したんで決めました。今日はこのデッキで回そうかなと思いました。まあ、普通に強いわこれ、このリバイバルフォースね。ちょっと若干電波悪いですけど、うん、結局さ、どっちかっていうとコントロール型なんだよな、攻めない、あんまり攻めない、最後コンボで飛ばすって感じなんで、次コントロール寄りのデッキになるんですけど、俺もともとねカードゲームとかが好きで、カードゲームとかだとね、ほんと速攻デッキとかよりもね、なんか一旦すげえクソ投げコントロールデッキみたいなのが好きだったんですよ。だからね、本来は俺はこういうデッキの方が好き、こういうデッキの方が好きなんですけど、まあ、なんかね俺のオセロニアのプレイスタイルだと攻めてなんぼみたいなイメージを持ってくれてるかとは思うんですけど、まあ、今後はねこのリバイバルホースもう混ぜつつ、シーズンマッチね今月ランカー狙っていこうと思います。うん、普通にねちょっとね回復のタイミングとかね、防御のタイミングとかね、今みたいなアレスだったらね、罠の剥がすやり方とかね、相手があんまり強くなかったからよかったですけど、引きがね、これで相手の引きがガン引きしてたらちょっとやばかったかもしれない。なんかエンマとか引かれたら負けだしね、回復パとかね吸収パちょっときついんですけど、それ以外のパーティーに対しては今みたいにねじっくりと立ち回っていけるんで、俺はありだと思う普通に。まあ、みんなどう思うか分かんないですけど、なんかね微妙にアタッカーが足りないかなとかも思うんですけど、今の試合した感想は十分ですね、だいぶかなんか改良されました。なんかワスティモスもいい味出してるし、バイセとかねフォースでちまちま削りつつ、最後コンボとエンデガバイセで、あとこのねメーテスを使って削っていくって、そういうデッキコンセプトでした。はい、じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。